登録者数100万人突破記念プレゼント&〇〇と単語踊るに対するみんなの反応。金の盾と単語踊ったぞ。風邪ひいた時に見る夢だこれ。検索してはいけないサイトでこういうのあった気がする。気づいたら登録者数100万人超えてた VTuber。 初期は全然伸びてなかったから色々感慨深い。こいつ VTuber の中でも最古3レベルだからな。金の盾って単語踊れるんだな、知らなかったわ。初期の滑り倒してる動画も今見るとなんか味わい深いんだよな。グラストのスーパーバニーマン好き。あれ面白すぎた、もっとやってほしい。帝王箱のやつ大好き。俺が最初に見たのはスペシャルウィークと空気読みをやってたやつ。いろんな馬娘ともっと変なゲームしてほしい。隕石落ちてくるやつ好き。学生時代の先生のモノマネが好き。一番最初の動画と比較すると全然今の声と雰囲気違うのいいよね。途切れず本当に頑張ったコンテンツ。コラボすると大体先輩だからな。思った以上に子さんだった。上田さんとゴルシの身長がほぼ同じだけど V やることも見込んで声優選んだのかなとかたまに思う。コンテンツを支え続けた女。99万人でしばらく止まってたけど届いたのか。ゴルシウィーク前に届いてよかったな。 V やってるのあんま知られてないんじゃないか。まあもう100万人には知られてるわけだから。サービス開始前の動画は回を重ねるごとに露骨に予算が減ってるのがわかるのがひどかった。あの時は全然受けてなかったからな。一時期やけに低予算な回続いてたよね。ロボコさんとアズリムと姫ひなとオメシスと同期のゴルシさんだ。子さん VTuber でなおかつバーチャル YouTuber の原理のまま活動してる化石的存在だ。言われてみればもう初期のバーチャル YouTuber の携帯で活動してる VTuber 全くいねえな。広報担当によくゴルシを抜擢したなと思う。もしかしてゴルシってすごいやつなんじゃ。そりゃゴルシはすごいやつだが、年末にメカダービーやってからシングレ始まって馬4やって2期やっての1年間はほぼ止まってたからな。よく生き返ってくれた。その期間はゴルシが動かなくてもよかった期間だから。ボケもツッコミもいじりいじられもできるやつ。ゴルシなら何をやっててもいいというところはあったから。ゴルシが V やってなかったら今日の馬娘はなかったであろう。ゴルシと上田さんには足を向けて寝れない。まあ割とこいつの存在はかなり重要だったと思う。たまにこいつ顔可愛いし H な体してるって好きになりそうな瞬間がある。なんだよ、素直にゴルシちゃん大好きって言えよう。アニメゴルシに惚れてアプリ始めたから最初はなんか可愛すぎて違和感あった。 V のゴルシちゃんのことは好きになりかけたことがある。まあゴルシだからなって納得できちゃう。ゴルシの便利さ、キャラのめちゃくちゃさでグラスに圧倒されてるの好き。アプリのゴルシはダイヤちゃんにタジタジになる弱い生き物だし、昨日久々に育成したけどこいつだけ馬だなぁって感じる瞬間が多い。どのゴルシもマックちゃんに対しては甘えん坊になるのが可愛いよね。マックちゃんにだけかまってちゃん全開にするからなぁ。アニメとメインストーリーのゴルシちゃんはいいやつすぎる。ゴルシに感謝。ゴルシに負けた。妥当な順位ですね。サンキューゴルシ。100万マニーじゃねえのかよ。プレゼントありがとうございます。サポートポイントその桁でいいの。地味にサポートポイントありがてえ。突れるのにポイント足りなかった SR 増えてたんでマジ嬉しい。今年のゴルシウィークも楽しみやな。ゴールデンウィークに何かやらかす前兆じゃないかと身構えると同時に顔がにやける私。サークルポイントもゴルシポイントくれよ。ロールバックされそう。100万人突破は本当にすごい。これからもトンチキ企画どんどんやってほしい。盾と踊ってる動画が体調悪い時に見る夢みたいで笑った。最後に盾を撫でているのが良かった。作が喋ったんだから盾も喋らせろ。盾 CV 遥かはめえ。踊ったから許して。これはゴルシちゃん上田さんが頑張った成果やな、おめでとう。サンキューゴールドシップ、フォーエバーゴールドシップ。ゴルシー、120億ジュエル送れ。
コンテンツの規模を考えるとだいぶ遅かったよな。大手 V 事務所とか見てると感覚狂うかもしれんけど、100万人って相当難しいぞ。5年やってるけどコンテンツとしては実質2年だしな。ゴルシのピースゴルシでもよかったのよ。つまりこれでローレル回せ、ってこと？フレンドポイント100万ではないのか、強欲な壺の顔。金の盾の実物届いたらまた動画でネタにしてほしい。ようつべのチャンネルは本当によく頑張っていると思うわ。企画考えている人すごいよ。アプリがいつ出るかもわからん中、馬娘の存在を残せたのはゴルシとそのスタッフの異様。金の盾装備して戦うのかと思いきや金の盾と単語踊り始めてた。育成チケとサポチケをそれぞれゴルシ枚でもよかったのよ。100万人おめでとう。今回はジュエルがある、ありがとうゴルシ、おめでとうゴルシ。サンキューゴルシ、今年のゴルシウィークも期待してるぞ。金盾もらったお祝い動画は数あれど金盾と単語踊るのはこいつだけだろうな。真面目に100万マニー欲しかった。クラマで地獄のようなレース育成した人以外はマニー全然足りないと思う。アニメ一期からゲームリリースまで孤軍奮闘したゴルシの親友の上田瞳様マジで表彰されるべき。何かやってくれるとは思っていたが、金の盾と単語踊るといういつものゴルシで安心した褒め言葉。金の盾くんってこんなにノリノリになることあるんだ。100万人突破しても意味不明なスタイルだけは1ミリもブレないゴルシちゃん最高。ダブルピースが本当に嬉しそうな顔で、泣きそうになる。馬娘の黎明期知らないけど、ゴルシが頑張ってたことは知ってるぜ。めちゃくちゃめでたい、これからも宣伝担当自称として頑張ってほしい。ほんまにアプリ出るんか期間に突入してからも続けてくれたおかげで今がある。おめでたいはずなのに、なんで笑いしか出ないんだろう。めでたいし、可愛いし、相変わらず意味わからんし最高。これがサイゲの本気の遊びか。イベントの動画シーンのクオリティアン、なぜこれにベストを尽くした？これのために、専用モーション作ったのすげーわ。さすが俺らのサイゲ、世界最高峰の技術を惜しげもなく無駄遣いする。最初は笑ったんだが最後の方で盾を撫でているところがレース後に騎手が馬を称える姿と重なって不覚にも謎の感動を覚えてしまった。お前がいなかったらこのコンテンツ終わっていたかもしれないからな。これはほんとゴルシのおかげだよ。カッコ仮取ってあげてもいいんでね。一流の馬娘は金の盾相手に単語を踊れるのか。リーニャドロワットのアレンジか、懐かしいな。ドロワイベントはこの時のために用意されていたのか。山頂人への道は遠いな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。